まるわけですね。これがコインのボタン。ああ、やっぱ逆になるんや。コントローラー。これはやりにくいな。右左逆になっちゃうんですね。あ、これしかもあれか。そうか、直撮りでもちょっとこれ。あ、そうか、俺逆側で選んだのが痛恨になってるんですね。あ、痛恨でスタートしたからか。痛恨でスタートしたからこうなったんですね。あ、でもそんなにでも遅れは生じないですけど、あ、やっぱりでも、左側の方がやりやすいですね、対戦格闘ゲームはね。痛恨でやるよりは。これ、やめられるんかな？これどうやってやめるんやろ？やめるとき。同時押しで？あ、ゲームに戻る。リセット。リセットしようか。で、ワンコンでスタートした方がいいですね。あ、でもこれ、そうか。あ、でもワンコンってなってますね。ああ、でもやっぱりコントローラー、十字キー逆になるんや。どうしても。ああ、そういうことか。そうか。そうか、画面が、そうか、そうやね。逆になってるからね。鏡みたいなもんで。ああ、そうか、そういうことか。難しいな、これ。コントローラー難しいですね、これ。あ、そうか。できないですね。逆になっちゃうんですね。直撮り難しいですね、やっぱり、結局は。試してみても、そうなんですか。鏡になっちゃうからね。そうか、そういうことなんですね。右押して左行くんですね。左押して右行くから、コントローラー全部逆になるから、非常にやりづらいですよね、これ。そうか、この実況もちょっとやりづらいですね、じゃあ、結局は。やっぱりキャプチャーでやるしかないですね。このカメラで実況はちょっと難しいですね。逆になっちゃうんなら、ちょっとやりづらいですね。そうか、そういうことか。しょうがないな。勝てないですね、これじゃあね。でも、これは生じないですね、そんなに操作の。やっと勝ちました。ちょっと操作性がやっぱり悪くなりますね。この直撮りで撮ったら。やっぱりキャプチャーで撮るしかないか、これからは。うまいことか、工夫して。これやるときは、だから大声でやるしかないですね。音量負けちゃうから、キャプチャーで撮るときは、もう大声で出してやるしかないですね。ゲームの音量の方がでかくなっちゃうんですよ、キャプチャーでやると。実況の声よりね。だからもう、怒鳴りつけるぐらいの感じでゲームやるしかないですね、実況ね。キャプチャーで撮るときは。そうじゃないとね、声が入らないんですよ。難しいんですよ。それかもっと高いマイク買うかですね。こうマイクは安物だからかもしれないけど、もっとこう、1万円以上のもっと高いマイク買えば、もっとちゃんとね、入るマイク買うしかないかなという、そのうちお金ができたら。しばらく何も買えないですけどね。アストロシティミニとイーグレット2ミニ買っちゃって、メガドライブミニ2まで買っちゃってるから、しばらく何も買えないですよ。十字キーが逆になっちゃうというのがやりづらいな。負けた。まあ、これ次回アストロシティやるときは、キャプチャーですね、これ。今回限りですね、直撮りは。やっぱ難しいですわ、逆になっちゃうから、操作が。はい。こんな感じでした。ちょっと試しにやってみたんですけど。
この画面に戻るのか。ああ。暗くなっちゃったな。はい。あれ？ゲーム画面に戻らないやん。メニュー画面と押してんのに。メインメニューに戻るって。あ、これか、そうか。そうか、逆になるからね、操作が難しいな。